ナンバー、愛、平野潮神宮寺裕太、岸裕太と、再会に笑顔、怒れるものを作りたい。ジャニーズ事務所を対処し、新たな道を歩む元キングプリンスの岸裕太、28、が、ジャニーズ事務所元副社長の滝沢秀明氏、41、が設立した株式会社とべ、トゥービーへの加入を15日に公式 YouTube の生配信内で発表しました。この驚くべき発表の中で、 キシユータは同じく元キングプリンスのメンバーである平野紫耀、26とジングジユータ25と共に新しいグループナンバーアイナンバーアイを結成し音楽活動に再び意欲を見せましたこの遺跡によりジャニーズ事務所からの遺跡者は計13人となりました平野、ジングジそしてキシのファンにとってこの再会の瞬間は非常に喜ばしいものでした 約30分にわたる生配信の中で、3人は終始笑顔で、ファンたちに再び元気を届けました。平野は今後の音楽活動について、ナンバー、愛として思い出を刻んでいきたい。音楽で幸せにしたいという気持ちが強い。自分たちらしさを見つけて、誇れるものを作りたいと熱く語りました。一方、神宮寺は主に進行を担当し、騎士を優しくフォローしながら、 ファンと一緒に家庭をどう過ごしていくかなどと話しました。さらに、この配信内で、新グループの公式 YouTube チャンネルの解説と騎士のファンクラブ新設も発表され、ファンたちはますます期待に胸を膨らませたことでしょう。この新たな展開について詳しく見ていくと、ジャニーズエンターテインメント界にとって注目すべき瞬間が訪れたことが理解できます。新グループ、ナンバー、愛は、 ジャニーズ事務所から独立し、自らの音楽活動を追求するために新たな一歩を踏み出すメンバーたちによって構成されます。そのメンバーには、岸優太、平野紫耀、神宮寺優太ングの名前があり、彼らの音楽への情熱と才能はファンに広く認識されています。ジャニーズ事務所を退所した岸優太が新たなステージに挑戦。岸優太は、ジャニーズ事務所の元キングプリンスとしての活動で多くのファンを魅了しました。 その彼がジャニーズ事務所を退所し、株式会社戸ベに加入する決断を下ろしたことは、音楽業界における新たな冒険の始まりです。岸優太はこの配信内で、戸ベとの新たなステージでの音楽活動について、新しい仲間と新しい場所で、新しいスタートを切ります。皆さんに楽しんでいただけることを一番に考えていますと述べました。ジャニーズ事務所からの遺跡者は岸優太を含めて計13人に上り、 その中には、平野志仕と神宮寺優太も含まれています。彼ら3人は今後、新たなグループ、ナンバー、愛として、自分たちの音楽を創造し、ファンに幸せを届けるために力を合わせることになります。平野志仕神宮寺優太、岸優太の再会にファン歓喜。平野志仕神宮寺優太、岸優太。この3つの名前は多くの音楽ファンにとって馴染み深く、 彼らの再会は多くの人にとって喜びの瞬間でした。ジャニーズ事務所を対所し、それぞれの道を歩んできた彼らが、飛べという新しいプラットフォームで再び共演し、音楽活動に専念することはファンにとっても嬉しい発表でした。生配信の中で、3人は終始笑顔で、再び一緒に活動できることを喜び合いました。特に平野は、ナンバー、愛として思い出を刻んでいきたい。 音楽で幸せにしたいという気持ちが強い。自分たちらしさを見つけて、誇れるものを作りたいと、音楽活動に対する熱い思いを語りました。これからの彼らの活動に対するファンの期待は高まるばかりです。ジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩む岸優太が15日に都米の加入を発表しました。同じく元キングプリンスのメンバーである平野潮と神宮寺優太と共に、新グループ、ナンバー、 愛を結成し、音楽活動に意欲を見せました。この新たな展開は、ファンにとっても多くの期待を胸にさせるものであり、彼らのこれからの音楽活動に、ますます注目が集まることでしょう。